けた朝に飲んだ苦いコーヒーかかるのを本当に安心は先に聞いてない自分だって分かっているよ自分だった嫌で何も守るのどこまで行こうか同じ花なのに私だけがモノクロのままじゃダメだとすくんで立ち止まるほど弱くはないはずなのに細かいこう仕草だったりとかこう触れる瞬間だったりとかなんか人の心って一つ一つすごく小さな変化で大きな変化が生まれることがあるんだなと思っててなんかそういう繊細なものがすごくあのレイチェルさんに今回描いていただいた気がしててなんか今までのエイルとはまた違った姿もなんか見せられたミュージックビデオになるんじゃないかなと思うのですごく私も出来上がりが楽しみありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。